ひらがなのたね、説明していきます。た、ね、一つ書きます。ボールペンで大きめに。た、元の字ね、太いね、太い。どういうふうに崩れたかというと、こういうふうにね、崩れまして、今の、たになります。まあ、柔らかくね、必ず柔らかく、つながっていくというのと、これ一番長くなるように、この上で終わってしまう。とね、この点二つなんですけども、最後は少し出るように、右に出るようにね、書いてください。と、出るように。こういうとこもね、あまりぐっと止まってしまわない、柔らかく動きながら、動きながら入る。ボールペンもね、同じで、動きながら漢字のようにこう、ね、45度、角度つけないように柔らかく、柔らかく。少しここでね、膨らむようにして、開く。少し点、ね、右へ出るように。また繋がっていくように。